どうも皆さんこんにちは、ペコリンです。そうですね、今日は僕結構ね、ドッキリを仕掛けられる例が多いんですけどね、今回は僕がナチュスに桜花学がね、始まるじゃないですかね。新しい、僕はもうナチュスのことが飽きたと、好きじゃなくなって、また新しい恋をしたいから別れてくれっていうことをね、ここから告げるドッキリというか、それで反応をね、どんな反応をするのかというドッキリを僕が、ね、していきたいと思います。多分僕の予想はね、多分泣くと思いますね。泣き叫んで多分この動画乗っけられなくなっちゃうんじゃないかなと思いますので、ね、でもドッキリだからね、皆さん楽しくね見てもらえたら嬉しいです。私にドッキリを仕掛ける気満々でちょっと待機しているメダルなんですけど、実はこれ逆ドッキリです。イエーイ、ということでね、ちょっと一芝居してきます。イエーイ、ポップティーン TV。 話すことがあるというか、はい、聞いてくれ。なんだい、その前に一回何よはい、よし、ね、新しく桜花学が始まるじゃないか、新しい桜花学始まるの、それも関係あるし、別にこの今から言う話はそれが理由だから、それは理由ともないかもしれないし、それは全てじゃないんだけども、なんか前は好きで 100% でいつも全力で好きを伝えてたんだけど、最近もそれするのもなんか疲れたんだよね。新しい桜花学も始まるし、新しい恋愛をね、探そうかなって。はい別れてね。どういうこと？別れたってこと？もう別れて、ナチュコロリーは終わりにして、また新しい恋愛をね、探そうかなと。ってことは、ほんまに別れるってこと？別に別れなくてもいいのかな。二股でいいんだったら、それはいいんだけど。何それ、そういうのは申し訳ないかなと思ったし、俺は、そういう最低のところじゃないし、やっぱ最高のところだから、だから俺はだから終わり方ね、変な終わり方はしたくないけど、なんか仲悪くなったりとか、これがポップティーンの撮影とかはさ、一緒じゃん、ポップティーン撮影、そこで、なんか悪くなったりして、別れても俺は友達でいたいんだよ、仲いいね、無理、俺、昔からずっと言ってたじゃん、無理、いやいや、それは無理かな、そうか、ほんまにやってんの？ポップティーンの周りのモデルさんたちとか、ファンの人とか、その人、家族とか。バレたら、俺ただの最低なやつじゃん、そこはだから隠してたし。どうやって隠して狼くん寝んのよそっか、ナチョがなんか俺に嫌なことばっかして別れたみたいな感じにしとけばさ、なるじゃん、そんな俺はうまく、そっか、考え直す気はないの？ない。もういいよ、じゃあ別れようか。別れよう。いいよ。最近私もちょっと冷めてきてたっていうのもあったし。それは初めて知ったぞ、今。いや、自分が最初に言ったよ。私もちょっと冷めてきたって言ってた。本性がバレてきたぞ。あるし、そうやな。そうやな。私もちょっと新しい恋愛したいかなとか思ってたから、いい機会っていい機会やな。応援するよ、私は。私もいい恋愛しようって。
一緒の顔まで出るか出ないです。私は出ない。もう秘密の恋愛をしたいから。俺は正直に言った。うん、君、俺は一番最初に言った。俺、お前と付き合った時に一番最初に言った。なんて？自分の気持ち、例えば好きじゃなくなったりとかしたら、うん、すぐ言ってくださいって。まあ、新しい恋愛をしたいならすぐ言ってくれって言うたやん、うん、俺。で、俺は今、大川も言ってたい、恋愛したい、私恋愛したい、でも二股ならいいよ、正直言うた。君はもうちょっと前にそういう気持ちになったのに、なぜ俺に今言ったの、このタイミングで。だったらこれ、俺はこれを言う前にちょっと言ってほしかったですね。うん、でもだってないとだってさ、大川君、私はだってこのまま隠していってもいいかなと思った。いやいやいや、それは見せかけの恋愛だよ、ナチュラルロマンかわいそう。だって本当にお互い好き同士で付き合ってると思ってるのに、その片方の人が、いや、なんかあんま好きじゃないって俺言ってるから。俺は別に少しでも、別に友達として好きって気持ちがあったからさ。じゃあ友達やん。うん、で、友達言うよ、イエーイ。嫌だ。いや、わかんねえな君、自分が発端なんだから。いやいや、俺は発端だけど、もともとその気持ちがあったとかはもう一番最悪なんですよ。っていうことは、だって今は、つい何日か前、1年3ヶ月の時、好き好き好きって言ったら、君は言ってることは矛盾すぎなんだよ。私は好きやけど。いや、でも正直は昔から、あ、ちょっと前から好きじゃなかった。でも、どういうことですか？何が？好きって気持ちなくなってたって言ってたの？そうだよ。うん、俺は男や。なんそれ。男やったらいいの？で、そんな俺笑ってられないから、君みたいに。はい。笑っとるやん！はい。もう私はもう気楽な気持ちで別れれるよ。何とかまず言ったんよ、別れよって。確かに最低やな。最低やな。お前だ、お前だ、お前だ、お前だ。うんこ、うんこ。友達にする？じゃあ。いやだ。どこ？友達じゃない人にうんこって言える？恋愛教授でどうしてくれんの？私の恋愛教授なんだ。責任取って、責任取って、責任取って。やだ。え？バイバイ。じゃあもう俺病院切れよ。バイバイ。病院切れよ。310、310、310。なんて。いや、病院切らんもんだって。310って何？いや、だから救急車だよ。110番じゃない、救急車って。え、救急車って110番やの？最低だな、お前。一周ランのやつは、え、一周ランでやる、死の底に行ってまで。俺が90、100歳、50歳、じじいになってまでやるから。はい、わかりました。もう最低だな、お前のお父さん、お母さんにも言ったやから、娘こういう最低なの。じゃあもういいよ、こっち裁判だな親をひっくるめて、どっちやがすか。こっちならな、友達早稲田大学行ったら弁護士になってくからな、絶対勝つぞこっち。そんなことないよ、私の知り合いにもめっちゃいいな、弁護士。じゃあ勝負だよ、それで裁判だよ。じゃあもうこんなとこじゃない、もう俺この業界やめるわ。ん？この業界やめるわ。なんで？君のせい入れないだろ、初話だよ。そうだな、バイバイ。どうすればいいんだよ。バイバイ。初話だ、君のせいで俺の人生狂った。もう生きてらんねえ、俺もう見て、あーもうイベントも出れない、イベントも出れない、もうやばい、夏も7月8月いっぱいイベントになるのに、もう出れない、もう出れない。なんだこの指輪、返すな。はい、俺も返すよ。はい、ありがとう。ありがとう。ずーっと日焼けしてな。はい、ドッキリ大成功。伸びた。はい、こっちはドッキリだよ。いや違うよ。そういうことか。あ、じゃあつまり俺が分かりやすいら普通に、あ、すんなりとなんかいいよみたいな。そう、いやー、そうですね。ちょっとこの前つい3日4日目ぐらい、1年3ヶ月くらいだったのに最低やなと思います。僕はドッキリやってしまったからな。
まず何なんこのサングラスなんでこのサングラスしてたの。俺ドッキリしかされねえな。あるの。はい、中直り。ごめんなさいって言ってよ。ごめんなさい。いいぞ。中直り。ナチコリはね、これからもよろしくお願いします。はい、永久不滅です。変なこと言い過ぎだな。大丈夫かな。第1話が、ね、7月29日日曜日、はい、夜10時からABEMATVさんでね放送されるので皆さんぜひ見てください。夏休みやからね、もうぴったりの、多分恋愛リアリティショーってね、もうみんなで楽しめるからね、ぜひぜひ友達と見てください。見てください。はい、それでは、はい、じゃあそれではナチコロリは永久不滅です。はい、みんな見てね。